数えるサッカー王国静岡の県大会決勝戦。これに勝利し全国大会への切符を手に入れるのは、すでに全国大会2連覇の偉業を成し遂げてきた強豪南葛中学か、あるいは今年に入ってめきめき力をつけてきた大友中学か。大会前から優勝候補に挙げられていた両校だけに、誠に楽しみな一戦です。いいかみんな、今までは危なげなく勝ち進んできたが、今日の大友戦は違うぞ。クラベをはじめとした大友中カルテットのチームプレイ、またそこから新田につなげる攻めの起床パターンは無駄にならないものがある。また新田、特に彼のシュートには気をつけるんだ。新田のマークを怠るな。普段以上に今日は気を引き締めていくんだ。いいな。はい。いよいよ両校の入場です。客席の歓声は大きなうねりとなって場内を埋め尽くします。果たしてサッカー王国静岡を制するのは上昇南葛か、それとも新鋭大友か。翼先輩、今日はうちの実力を見せつけてやりますよ。ああ、楽しみにしてるさ。史跡、勝負だ。負けたら何でも言うこと聞くってことでな。おう、面白いじゃねえか。受けてやるぜ。南葛中のキックオフ、試合開始です。翼くん、俺たちの気持ちで打倒南葛、いや打倒翼にかけてきた。翼のスピード、ペイントに反応するため猛練習を積んできたんだ。お前ほどの才能はないけど、努力と練習量だけは負けてないつもりだぜ。翼よ、抜けるもんなら抜いてみろ。みんなからできても抜いてみせる。はっ。
せろ。よし、野田君、ボールを奪った。ここはパスを出した。それ、よし、岩見君、はっ、パスを渡す。それ、よし、それ、西尾君、パスを回す。はっ、よし、岩見君、おう、一旦後ろに戻す。それ、横に出した。それ、な、何、うん、長野君、はっ、パスを渡す。
りは割らせない。おー翼、トラップしてたらシュートは受けない。ここはこれしかない。オートラップロングボールでシュートだ。あーっと翼くん、カメロンのパスをノートラップでシュートに行った。しかしこれはさすがの翼くんでの無謀無理だ。一条くんも止めることはできませんでした。そんなバカな、あんなロングパスをノートラップで、しかもロングシュートで打ち込むなんて。しかしあれ以外得点はできなかっただろう。大久保中のキックオフ、浦部くん横に出した。川田くん、パスを回す。新田くん、
ミサキ君、赤いボールに合わせ飛んだ。
前に出した。試合で決めたぜ。これからの俺の目標は翼先輩、あんたに追いつき追い越すことだ。これから全国大会に挑むわけですが、今一番対戦してみたい選手はいますか？対戦してみたい選手ですか？今一番戦ってみたい選手は Misaki 太郎くんです。 Misaki くんというと、小学生時代翼くんのパートナーとしてコンビを組んでいたあの
しかし全日本少年サッカー大会決勝で痛めた足の怪我で再起不能という噂もありますが、美咲君に限ってそんなことはありません。今でもきっとどこかでサッカーを続けているはずです。きっと。くそ、一番対戦してみたい相手が美咲だと。全国大会にこのヒューガ小次郎様がいるということを今一度思い知らせてやるぜ、翼よ。裏の中学優勝、団結力の全員サッカーで北海道を完全制覇です。今年こそあの大優勝旗をこの北海道に持ち帰ってきてほしいものです。花輪中、橘兄弟のミラクルサッカーで出場権をもぎ取りました。今年こそ全国大会は俺たちがいただくぜ。東一中、全国大会の切符を手中に収めました。よっしゃー、おー、任せろ。両チームキャプテン同士の対決、うん、あー、これはどうした。美杉君が倒れた。何？フィールドの貴公子美杉君の活躍で1点差まで追いついた武蔵中学でしたが、勝利を手にしたのは3年連続全国大会出場になる東邦学園です。変わったな小次郎。キル監督、美杉に恩情をかけるとは随分優しくなったものよ。今のお前は牙の抜け落ちた檻の中の虎。大空翼に手が届かなくなるのは時間の問題よ。わしは今沖縄でサッカースクールを開きコーチをしている。大空翼に負け続けたくなければいつでも訪ねてこい。ロングシュート、ロングシュートはドライブをかけて打て。キーパーをかわし、さらに鋭いスピードを込めたドライブシュート。このシュートができないと一流とは言えないぞ。ブラジルに一人殴り込むんだ、ロベルト。